ポンパンポーン。この作品はフィクションです。劇中に登場する団体及び個人は、実在する団体個人とは、また演出上の要請により、一部登場人物が危険な行為、または道義的に反する行為等を行っていますが、そのような行為を実際に行いますと、周辺に迷惑が及ぶばかりではなく、それを行ったあなた自身にも重大な危機を及ぼす可能性があり、くれぐれもそのような行為をなさらぬよう、同人誌即売会及び創作、ファン活動を楽しく行ってください。かしこ。コミックパーティー準備委員会。館内責任者、牧村みなみ。生きてる？なんか大きな音がしたけど。ねえ！ほら、さっさと起きろ！
体何時まで寝てるわけ？腐るわよ。な、何よ。顔になんかついてる？夢？どうせ、また私が放射能を撒き散らして街を踏みつぶすような夢なんでしょ？そりゃ楽しい夢でしたね。なんなのよそれ。まさか夢の中で私に変なことをしようとした。バカバカバカ、そんなことされたらお嫁に行けなくなっちゃうじゃない。私がそんな人生ドブに捨てるようなことするわけないでしょ。バカ。ニヤニヤしてんのよ。また変なこと答えてないでしょ。
どうするの？そうじゃなくて、大学に入ってから。ほら、サークルに入ったり、勉強したり。あのね、定食屋のメニューじゃないの。もっと真剣に考えなさい。腐れ縁でも、同じ普通の大学の同じ学部に入って、せっかくのキャンパスライフ、人並みに楽しまないと。そうでしょ？それでこそ毎同士。やはり時代はお前を必要としているぞ。マイブラザー&マイシスター。このセリフ、この声は！サッシーがマイベストフレンド。やっぱり同じ大学だったわけね。あの前にいつも本部大使。
運命なんだよ、マイシスター。特にマイブラザー。幼稚園に始まり、地球、高校に続いて大学も同じとは、いよいよ神は我らに野望を達成せよと命じ、マイブラザー&マイシスター、いよいよ約束の日が近づいたぞ。偉大なる千年期、我らの黄金時代がな。またいつもの病気が始まった。さすがは我が輩の魂の兄弟。些細なことは気にするな。我らの宿命のことだけを考えろ。魂の兄弟ならわかるかだからか。お前の そのうち、嫌でもわかる。毎同士、美大に落ちたことを、己の失策、あるいは己の気の出したかったと思っていてるかもしれないが、それは違うぞ。そうなることは、この大宇宙が始まる前から、すでに決まっていたのだ。お前が美大に落ち、そして我が輩のところに来たことは、すべて祝福だったのだよ。お前は実に運。喜ばしいぞ。お前のような逸材に出会えたことを。まず腕っぷし、そこ、頭脳、まあ、体力、それなり。まあそんなものは一向に関係ない。マイブラザー、お前の胸に燃えたかる心はあるか。お前の胸に誰にも負けぬ鋼の心はあるか。お前の胸に大いなる野望は眠っているか。それでいい。我が同志、お前、漫画を描いてみないか。いや、間違いだ。描くべきだ。違う。描くんだ。それがお前の宿命だ。運命だ。あまりに過酷な運命のいたずらに声も出ないか、マイブラザー。我が輩は、お前が小学校の絵画コンクールの時、あの時お前が佳作を取った時から目をつけていたのだ。芸術？バカどもは高尚だの崇高だのに目を奪われるが、そんなもので世界は動かんぞ。世界を動かすのは欲望だ、野望だ、魂の叫びだ。お前は漫画に生き、漫画で死ね。漫画はいいぞ。漫画はあそこの僕らが夢野望がある。その頂点に上り詰めれば、富も名誉、そして漫画を制した者こそ世界、どう、漫画に来い。漫画はお前を待っている。全世界数千万の読者も一日千秋とお前の漫画を待っ、お前戸惑う気持ち、手に取るようにわかる。しかしそれも今日までだ。マイブラザー&マイシスター、明日駅前に来い。お前らに見せておきたいものがある。そう、それを見ればお前も決心がつくだろう。お前が正しい判断をすることを期待している。なんだね、マイシスター。あれはどうもかかかか
私まで付き合わせ。ここら！答えてから行け、このバカ！もう本当にいつもいつもつまんないことこんなのに吹き込んで、これがグレたらどうすんのよ！そんなことより、あんなの本気にしてないでしょうね。あんなのの口車に乗ったら最後、人生棒に振るわよ。ちょっと。だけど、大学生になって漫画なんてバカみたいで恥ずかしいじゃない。よく来たな、マイフレンド。どちらでもいいではないか、マイハニー。しょうがないでしょ、そっちが行くなんて言うから。ふふん、やはり我らは運命のタングステンで結ばれていたようだな。早く、キリキリキリ。では、運命の三人が揃ったことでもあるし、行こうか諸君。来ればわかる。早朝なのになんか暑い。本当に4月。わかるまい。我らの魂がそうさせているのだということ。太陽のように燃え盛っているということをな。そうなの？どうしたの？それって何なのよ。なんか全長1キロって感じ。ふん、もう多少馬数を踏んだ連中なら始発で来るのが当然だ。中には会場前にテントを張って何週間も前からいる馬鹿もいるが、それはエレガントではない。ふん、ここに比べればチョモランマもパリダカも赤子の遊戯同然。数千人がこんな朝早く。
士水木。一日は長いぞ。会場は10時からだ。それに最終的な参加者数は数千などではない、数十万だ。うぶなお嬢さんには、しかし我が同志は現実を受け止めたか。さすがは選ばれた戦士。それは結構、マイエターナルフレンド。気になるか。そうだろう、そうだろうと思う。それでこそ我が輩の同志。隠すな隠すな隠すな。お前の血がそうさせるのだ。あれこそお前の次なるステージ、弱肉世界最大にして最強の漫画同人誌の祭典、コミックパーティー、略してコミパー。そうとも、あれこそがコミパ。地獄の一丁目、汗と血と涙、夢と野望と欲望が渦巻くワンダーラ。おっと、おしゃべりが過ぎたようだな。そろそろ列に並ばねば。あの列、他に列があるか。死して屍。床に寝てると踏まれる。寝たくて寝てたんじゃない。この程度で弱音を吐いてどうする。真夏の炎天下、真冬の豪雪の中で即売会が行われることもあるんだぞ。そんなことでこの同人誌会の勝利者になれると思ったの。誰もそんなものになりたいなんて言った覚えはないでしょ。自分に嘘をついてはいかんぞ、マイシスター。興味がなければここまで来れるものではない。ここに来たのはお前に同志の資格があるからだ。私がここに来たのは大使が人質を取ったから。いつもながら素直では。あのね、我が輩としたことが、あのような己の弱さを乗り越えられなかった敗北主義者を追いかけても無駄だ。大使のバカとお幸せ。惜しい奴をなくした。しかし悲しみに頬を濡らす糸間などないぞ、同志。お前こそ同人誌会の志士となるべき男。本来なら我が輩がいろいろサポートしてやりたいところだが、今回はね、涙を飲んでお前に試練を与えよう。自らの足で立ち上がれぬ者は獅子になれない。お前はこのコミパをその肌で心で感じ、それでこそ同志、飲み込みが早い。では慣例に習い、コミパの参加サークル、所注意、
館内見取り図の掲載されたカタログ、最低限の水と食料、そして当然だともマイブラザー。その代わりカタログに挟んだメンテモンドに入ったサークアグをめぐるって規定の同人誌を買ってくるように。釣りはチップとして取っておきたまえ。それではしばしの別れだ、マイ兄弟。これから我が輩は200サークル回らねば。健闘を祈っているぞ。
同じ客館の本部が隣や向かいにもあるねん。最近の即売会は、だいたいサークルを、ジャパンダルとかでぬぬぬぬして、会場内に配置しとる。その方が同じ傾向の本探しやすいやろ。そうだね。どうしよう。
その方がさっさと終わって周りの迷惑にならないと思うな。そないなことできるかいな。フライングしたらうちの信用にも傷つくやんか。この状況やと配る言うた瞬間に将棋倒しになるかもしれへん。配れるもんも配られへんやないの。せやから早くちっとちっとちっと生きがりよってたまに行列できたでござるか。そこの今なんちゅうた。そこだ、ほんだら今なんて言った。あんた、これのどこが行列や。ただの、どれやあ、どこに行列があんねん。人が下手に出とったら調子に乗り降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 りに。味方してくれただけで十分や。あんた、せっかくコミパに来たんやろ。
早せんと絵本みんな完売してまうで。うちのこと気にせんと見てきいや。うっちゅかつ同人誌に命かけとんねやから当然やん。いいもんをより浅くより浅く明るく楽しい同人。楽しんでいる。アロハ、同志。どうした？我が輩の顔など見て麗しいかね。ところで同志は例の噂を。あれだ、お前のような政治的無関心な人間が日本をダメにするのだぞ。カードマスターピーピーチよ、日本は何にも未来を嫌いする決戦兵器。なぜもっと関心を持たんのだ。これだから東四郎は今の日本経済はオタクが支えているのだ。もしあるがブレイクすることにでもなれば、その市場規模は国家予算にも、しかもその影響を必ずや世界にも広まり、世界のオタクを洗脳するだろう。そう、世界中のオタクどもが萌え萌えになるのだ。しかし大勢
然そうなるには作品の完成度も高くなくてはなら、無論声優により人選も重要な要素の一つ。その最も重要なヒロインの声が無名の新人だ。オタクの未来はどうなるというのだ。事情、お前のようなものがいるから、無名の新人声優が日本の将来を占う重要な作品の広い恥を知るがいい。まったく人気であったに決めてのと広いデビューシングルまでも出すとは世も末とは思わんか。いざとなれば我らの恐ろしさをくっつんずらずつくずみずみどみどみどみ見せつけてくれ。やはり来たか。このタイミング、運命という言葉を、その存在を信じずにはいられな、大志くんのお友達ですか。友達。そんな陳腐な言葉で言ってほしい。この男こそ我が輩の生涯の相棒、魂の片割れ、フォーエバーマイフレンド。我が輩は別に構わんぞ。歴史的事実ではないか、マイ。同じ産湯に浸かって今日まで、一時も離れたことがない我らが、ただの幼馴染か。いや、言えない。二人とも仲がいいのね。ええ、とっても。紹介しよう。牧村みなみ女子、このコミックパーティーのスタッフをして。みなみです、よろしくお願いします。もしかして大志くんが話していた。そうなんですか。今度。おっと、みなみさん、そのことはまだ。あれ、少し。ええ、いずれまた。気にするな。お前に関係あること。本当に仲がいいんですね。あ、もうこんな時間。さらさらうん、それではまた今度ね。優しそう。確かに優しいな、牧村女子。褒める？褒めてはいない。それにな、優しいという言葉が褒め言葉とは限らない。そのままの別に深い意味はない。特にこの世界ではなく、この世界の欲望と欲望のその中に湧き入れるオアシス、どす黒く咲き乱れる花の中に咲いた、できるものならそれを描くわけないものだな。しかし我が輩も行くと。彼女をお前に引き合わせたのは伊達屋水郷ではない。では
頼んだものはしっかり手に入れてきてくれよ、マイブラザー。
あ、まじ違うの、声も出なかった。あたしゃってば、くにくくりな美少女だもんね。だけど、あたしに本気になっちゃダメだもんね。じゃあ、あたしも忙しいから。まあまあ。じゃあ、次のクッパ大会からは、始発電車に乗って、ちゃんと並んで、はい。じゃあね。この出会いは魂と魂とが呼び合う声が愛も変わらずせっかちだったまらわかっているなら言うまでもないが諸般の都合上改めて言ってやろうどうお前は同人誌をかけ腕一本ペン一本でお前はあの子をやせの子はこれでただでは なくなった部活だぞ我が同士何バカやってんのよ今返せばチャラでしょうが甘いなマイシスターお前のものは我が輩のものも我が輩のものいいところに目をつけたなさすがは我が永遠の同志もう二人ともいい加減にしなさいいい年した大学生が何漫画を描く描かないでそうまで盛り上がらないでよそうはいかんこれが我らの宿命だからな我らの血がそうさせるのだよともかくだではもう一度改めて聞く我が兄弟よ世界を目指すそれはありお前は確かに同人誌即売会を見たはずだやったさんの時をやったやったやったぼうぼうの瞳をお前という男はあれを見て何も感じずにはいられどうしあそここそ日本人に残された最後のフロンティア一度にしかも一箇所にあれだけの人が集まるイベントは全然世界大でも多くないぞあそこには誰でもいるし何でもある即売会は単に同人誌を売り買いしているだけではない あそこは多くの物語と可能性が埋まっている金脈お前は自分に無限の力があると思っているかもしれんが即売会ではひよこ同然だ今のお前が矮小にして無力でもあそこに立てば無限の可能性を手に入れられるならば早い者勝ちお前は幾千のフツワモノと戦って勝ち世界のオタクを支配するのいいではないかさあ同志二人で約束の地に旅立とうではないかいきなり一本立ちか孤高の戦士だなマイフレンド地獄の底まで付き合うぞふん
げたければ逃げればいい。その方がこちらにとっても好都合だ。この俺でさえ差し合う。だがこのコミパって人々と聞いたことがある。同人誌会で一度でもその頂点を極めたサークルの間でまことしやかに囁かれている伝説を、三の月、野獣のごとき大男がそのサークルを訪れた時、そのサークルは世を支配する。あの大場永遠にも確かその添え上層の男が本を買いに来たと雑誌の取材に答えている。彼女が売れるようになったのは、それでも構わん。お前が漫画に挑むきっかけになれば、我らの野望の礎になるなら、誰を敵にしても構わん。たものこ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 の結果が良ければそれでいいのだ。家庭なんぞ気にするな。誰もそんなこと気にしとらん。選べ。お前は男になるのか、男になるのか、男になるのか。未来は前にしか道がないのだ。そして今お前の目の前には男になる選択肢のみ。つまりお前にできることはただ一つ、この場で決断することだけだ。お前は神に選ばれた天使という誇りを忘れるな。我が輩はお前が立つ日を何十年、いや千年でも来世でも。ではエクセレントな回答を待っているぞ。なんではっきりやらないって言わないのよ。まったく、あんなのにいいように振り回され、あんな挑発に乗っちゃダメだって。スポーツとかならともかく、たかが漫画でしょ。そんなの必死になったって、恥か、みんなの笑い物になったっていいの。それはでも、オタクってやっぱ変だよ。おかしな格好して不潔で、もういい。人が心配してやってんのに、勝手に暗い部屋で幼稚な漫画を描いてるけど、もう知らないからね、バカ。お困りのようだな。ドアからに決まっておろう。まあ何でもよかろう。どうやら初めての同人誌制作、いろいろでは我が輩がいろいろとアドバイスして進ぜよ。そのためにはまずお前の適性を見定めねば。彼を知り己を知れば、我らのオタク支配という野望には許されたんだ。己が欲望の性質を見極めてこそ、いかなるモチーフでオタクどもを支配するか作戦をさせてやったすぎも。どうだね、毎同士。己を知ってみたくはないかね。それは結構だ、毎ダーリン。では早速己の本性をさらけ出すがいい。まず第一、天よりお前に世界支配の軍資金として1000万円の
お前はその金で。うん。それでは第2問。オタクのデフォ。それはビデオ。もし、絶対に写真のレンレドレクレアニメのビデオ予約を不覚にも忘れたとき、お前。うん。それでは第3問。オタクの社交場。それはゲーセン。ゲーセンに行ったとき、お前は、まず、そう。うん。それでは、第4問。漫画の世界に足を踏み入れれば、歴戦の猛者と会う機会もあろう。そこで、人気漫画家になったとき、お前は？うん。それでは、第5問。このメディアミックスの時代だ、ゲームも世界制覇の一種だ。そこで、お前がゲーム会社に就職するとして、その組織と就職は？うん。それでは、第6問。何事も先立つものは金。それは同人活動も同じ。そこで、軍資金調達のため、バイトするなら、その職種は？うん。それでは第7問。お前はまだまだ青い。女に心を奪われる時もあろう。そんな時、お前はその思いをどうする？うん。それでは第、漫画といえど、リアリティは不可欠。しかし、漫画で銃撃戦のシーンを描くとき、銃撃戦の経験のないお前は？うん。それでは第9問。世界制覇のために、我らもいずれ秘密結社を結成することになるだろう。そのとき、どんなタイプの改造人間を作る？それでは第、お前は一人っ子だが、昔は兄弟姉妹が欲しいと思ったことだろう。そこで、もし妹がいたとしたら、どんな妹がいい？なるほどな。ここから分析されるお前の計。では、早速即売会への申し込みをすることになるが、細かいことは気にするな。時間が押しているのだ。ねえ、めめしいぞ、毎同士。男なら、戦場で己というものを見出すのだ。そうと決まったら、早速即売会への申し込みどのように申し込むか、ここで説明してやろうか。さすがは毎同士。それは大いに結構。それ、あとは、原稿を書いて書きまくるのみ。お前のことだから問題ないと思うが、一度ここで練習してみるかね。要領は簡単。画面に出た矢印の方向にキーを入れるだけ。では、試してみてるがいい。
度試してしみるべきか。そうか。では、また会おう。期待しているぞ。バイト？目的？
ちょ、あんた、それ。Thank you.
Thank you.